小原屋根の上のシーサー国際通りのシーサーシーサーは、沖縄県などで見られる伝説の獣像。魔除けの意味を持ち、屋根の上に設置されることが多いとされている名前は、死を、沖縄語で発音したものである。八重山方言では、c シ c ー CC マイナスという、スフィンクスや中国の石師、日本本土の狛犬などと、同じく、源流は古代オリエントのライオンと伝えられている。 犬という説もあるが、沖縄に関連の深かった中国や南方からの影響を考えて、やはり獅子であろうという意見や、またその音からも獅子と断言されることがある。中国南部や台湾には、風獅や風獅と呼ばれる石像の獅子を風よけの守りとして設置する風習があり、これらがシーサーと訳されることがある。キュによれば、始まりは百八十九年のことで、 当時火事が頻発して難儀していた人々が風水師に助言を求めたところ、その風水師は刃瀬だけの影響によるものといい、これを防ぐには死死の像を作りその山に向けて設置するようにと助言した。住民がそのことに従ってシーサーを設置したところ火事は発生しなくなったというものである。なお、この時に設けられたシーサーは現存しており、現存最古のものとされる。 一体で置かれることも仏教の影響か、アウン像一体で置かれることもあるが、単体よりも一体で置かれることの方が多いとも言われる。アウンの違いにより、私有の別があり、おのおの役割があるという。一般的に口の開いたシーサーがオスで向かって、右側に置き、服を招き入れ、口を閉じたシーサーがメスで左側に置き、あらゆる災難を家に入れないとされているが、 口の開け閉めによる有志の区別には議論があるという。カッの屋根の上に置かれるようになったのは、庶民に瓦武きが許されるようになった明治以降である。それまでは寺社や城の門、宇多き、貴族の墓陵、村落の出入り口等に設置されるのみだった。材質は石や陶器、漆喰によるのが基本だが、近年ではコンクリートや製造製のものもある。 造形は一定ではなく様々な表情や姿勢を見せる。詳細は、富森のシーサーを参照原村最古にして、最大と言われるシーサーは、八重瀬町、富森地区にある富森のシーサーで、沖縄県指定有形文化財に指定されている。その高さは1.4メートルほど、全長は1.75メートルという。表面には、複数の穴が開いているのが確認できるが、 これは次のような歴史によるものである。この辺りは、第二次世界大戦における1945年の沖縄戦では、地上戦の舞台の一つとなった。旧日本軍は八重瀬岳に陣地を設置、対するアメリカ軍が八重瀬岳に向かって立つこのシーサーを玉除けにして、日本軍の様子を伺う写真が残されている。シーサーの表面の穴は、この戦争でうがたれた弾痕であった。 シーサーの周囲の風景は戦後の植林によって小立ちに姿を変えたが、このシーサーは今も変わらず立っている。戦後から半世紀、断根はだいぶ薄くなってきたようである。ありがとうございます。